マディソン・カイル・バンガーナーは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州ヒッコリー出身の、プロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。愛称は、マッドバム。2007年の MLB ドラフト一巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名を受け、プロ入り。2008年は、 参加の A 級オーガスタグリーンジャケッツで7月28日から8月27日にかけてマイナーリーグでシーズン最長となる38イニング連続無失点を記録するなど15勝3敗防御率1.46164脱三振の好成績でリーグ三冠を達成。球団のマイナーリーグ最優秀選手に選出された。 2009年のシーズン開幕前に発表された、ベースボールアメリカ史のプロスペクトランキングにおいて、チーム内で1位の評価を受けた。A 級3のゼジャイアンツで開幕を迎え、A 級コネチカットディフェンダーズに昇格を果たし、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。9月8日にメジャー昇格。同日、先発予定だった。 キムリンスカムが登板を回避し、その代役として、先発登板。20歳38日のメジャー初先発は、1958年にサンフランシスコ移転して、以降の球団史上、マイク・マコーミックに次ぐ若さとなった。2010年は後半戦から、先発ローテーションに定着し、7勝6敗、防御率3.00だった。 テキサスレンジャーズとのワールドシリーズでは第4戦に先発し8回無失点の高投で勝利投手になった。2011年は年間を通じてローテーションを守り規定投球回のみならず200イニングの大台に到達。成績は13勝13敗、防御率3.21だった。2012年4月12日。 ジャイアンツと2017年までの6年総額3556万ドルで契約延長。この年は16勝11敗、防御率3.37だった。デトロイトタイガースとのワールドシリーズでは第2戦に先発登板し、6回無失点で勝利投手となった。2013年7月にはオールスターゲームに選出されたが、登板はなかった。 最終的に31試合に登板し、13勝9敗、防御率2.77だった。2014年は、自身初めて開幕投手を務めた。5月、6試合に登板し、5勝0敗、39イニングで、防御率2.08、48奪三振などの、成績を残し、自身初のピッチャーオブザマンスを受賞した。七月十三日、 本拠地 AT&T パークで行われたアリゾナダイヤモンドバックス戦の6回裏に満塁本塁打を放った。5回裏にバスターポージーが放った満塁ホームランと合わせ同一試合でバッテリーの2人が共に満塁ホームランを打った史上初の出来事であった。また、投手としてシーズン2本の満塁本塁打を放ったのは1966年の トニー・クロニンガー以来史上二人目の記録である。またオールスターゲームに選出されたものの、全々日のこの日に先発投板したため、規定により投板することはできなかった。10月1日のピッツバーグパイレーツとのワイルドカードゲームで、ポストシーズンでは自身初の完封勝利を挙げ、ディビジョンシリーズ進出に大きく貢献した。続く。 セントルイスカージナルスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは第一戦先発投手としてマウンドに上がり7回に3無失点の内容で勝利を収め第5戦では8回3失点の粘りの投球を見せ勝敗はつかなかったもののジャイアンツのワールドシリーズ進出に活躍したことが評価されリーグチャンピオンシップシリーズ最優秀選手賞に選出された カンサスシティロイヤルズとのワールドシリーズでは、敵地での第一戦の先発に起用されて7回3安打1、失点、本拠地での第5戦では4安打完封と2勝を挙げると、中2日で迎えた最終戦では5回からリリーフ登場にして、ロイヤルズ打線を完封して、セーブを挙げ、ジャイアンツを8度目のワールドシリーズ優勝に導くと、同時に、 自身もアールドシリーズ最優秀選手に輝いた。自身初めてシルバースラッガー賞と投手部門で受賞した。2015年は2年連続2度目の開幕投手を務めた。この年も先発陣の柱として32試合に登板し、218イニングを投げ防御率2.9318勝9敗4、完投。 二冠風と昨年からほぼ横ばいの成績だったが、脱三振、四急本拠地での第三戦に、先発、二回に、投手のジェイク・アリエータに、先制の三乱本塁打を浴びるが、それ以降は、粘りの投球で5回を、この三失点で抑えたものの、自身に、勝敗はつかなかった。チームは一勝三敗で、ディビジョンシリーズ敗退に終わった。 2017年4月2日のダイヤモンドバックスとの開幕戦で4年連続4度目の開幕投手に起用されるとこの試合で史上初となる開幕投手による2本塁打を放ったピッチングでは7回を3失点で11三振を奪い4対3と1点リードで勝利投手の権利を持ってマウンドを降りたがその後後続が同点に追いつかれ自身に 勝敗はつかなかった。4月21日に、その前日の休日に、遠征先のコロラド州デンバーでダートバイクに乗っていた、際に事故を起こし左肩を負傷。肋骨打撲と、左肩関節捻座により、地震発の故障者リスト入りとなった。オールスターゲーム明けの7月15日に復帰した。長期離脱の影響で17試合の先発に止まり、7年ぶりに、 規定投球回到達を逃した。防御率も3.32と5年ぶりに3点台となり、味方の援護も得られず4勝9敗と負け越した。2018年3月23日に行われた、ロイヤルズとのプレシーズンゲームで左手に打球を受けて、降板。第5、中手骨の骨折で、復帰まで6から8週間かかる見込みとなったため、 3月29日に3月26日に遡って10日間の故障者リスト入りし、4月11日に60日間の故障者リストに移行した。シーズン初登板が6月5日までずれ込んだ影響で、シーズン通算で21登板に止まり、2年連続で規定投球回に達しなかった。防御率は3.26で6勝7敗と負け越した。 2019年は2年ぶり、球団歴代2位となる5度目の開幕投手を務めた。結果は例年に比べると良いとは言えないものだったが、6月15日に、カール・ハッベルが保持していた、サワン投手としての球団史上最多脱三振を、更新、7月6日には、サンフラニシスコ移転後の球団史上最多、脱三振記録を塗り替えた。 離脱なく34試合に先発したが、防御率は自己最低の3.90に終わった。内訳として、アウェーでの成績が悪く、ホーム成績が6勝2敗、防御率2.93に対し、アウェー成績は3勝7敗、防御率5.29だった。10月31日にフリーエージェントとなった。 2019年12月17日にアリゾナダイヤモンドバックスと5年総額8500万ドルで契約を結んだ。オプションとして一部球団へのトレード拒否権が含まれ、背番号はジャイアンツ時代と同じ40。2020年はダイヤモンドバックス移籍1年目ながら開幕投手を務めた。しかし敗戦投手になり、その後も不審と怪我による離脱など、 新型コロナウイルス感染症流行の影響で60試合の短縮シーズンとなった中で苦しんだ。移籍後初勝利は最終戦のことであった。旧先発で1勝4敗、防御率6.48に終わった。2021年4月1日のパドレスとの開幕戦でダイヤモンドバックス移籍後2年連続2度目、自身7度目の開幕投手を務めた。 4月25日のアトランタブレイブスとのダブルヘッダー、第2試合にて、公認記録外ではあるものの、7イニング制発のノーヒットノーランを達成した。4月26日になリーグ週間 MVP に選出された。球種は、平均91から92マイルパーアワー、最速95.1マイルパーアワーの速球と、平均87マイルパーアワーのスライダー。 平均76マイルパーアワーのカーブ、平均84マイルパーアワーのチェンジアップ。2014年7月13日、バッテリーを組むバスター・ポージーとアベックで満塁本塁打を記録。2016年6月30日、先発の指名打者を放棄して9番投手として出場。2017年4月2日の開幕戦で2本塁打を記録。 2018年9月25日のサンディエゴ・パドレス戦の延長を12回裏、無視3塁の場面で代打でサヨナラ安打を記録。ありがとうございます。